ルノージャポン、ルノージャポン株式会社、ルノーハポンは、フランスの自動車会社、ルノー及びアルピーヌの日本での輸入元である。2000年5月1日に、ルノー車の輸入、販売などを行うことを目的に、日本における、ルノーの100年近い歴史上初のルノーのアジア、太平洋地域統括本部直轄の日本法人として、ルノージャポン株式会社が設立された。その後は、 フランス本社と東京都に置かれていたアジア太平洋統括本部の支援の下で国内のディーラー網やアフターサービス網の整備、モータースポーツ活動と結びつけたブランディングやマニュアル、MT 使用や右ハンドル車の積極的な導入を含む様々なマーケティング活動を行われた。その後2006年4月1日に同年2月に行われた ルノーの中期経営方針計画の発表を受け、同年内に日本法人を生産し、日産トレーディング、ルノーの子会社である日産自動車の輸出入業務などを、業商者にルノージャポンの業務を移管することが発表され、11月1日をもって日産トレーディングと合併、ルノージャポンの名称は存続。2012年4月2日より、 日産自動車の完全子会社のルノージャポン株式会社として事業分割することを新車発表会の席で発表。ルノーの子会社の日産の参加という立場ながら再び独立法人化し、同時に日本法人設立時の社名に戻った。日本法人設立後は販売台数が増加を続け、2005年には年間2000台を超え、その後は 上記のような経営体制の変化の影響もあり、足踏みがあったものの、2013年には前年比21.3%アップとなる3771台を、翌2014年には4662台を販売し、2年連続で国内販売台数記録を更新。2015年の販売台数は5000台を超え、5082台を記録。これは、 ルノーが日本に上陸して、以来最も多い年間販売台数であると同時に、6年連続で前年比の販売記録更新でもある。2017年10月、アルピーヌ社の日本進出のためにビジネスユニット、アルピーヌジャポンを設立。2018年6月22日、新型アルピーヌ A110 の発売を開始した。 2018年現在の本社所在地は神奈川県横浜市代表はルノーの子会社の日産自動車出身の大国つかさ日産との併売ディーラーを含む全国に70店舗近いディーラー網を構築し隠しマーケティング活動を行い3年間6万キロメートルの新車保証車両の応急修理牽引ドライバーと同乗者の移動 宿泊の手配などを24時間365日で行うルノーアシスタンスサービスの提供などのサービス展開を行っている。2006年に当時のアジア太平洋地域統括本部のマーケティング本部が発表した日本を含む同地域の中長期マーケティング戦略フレンセニス、セーフティースポーツを受けて日本市場の現状に合わせて FTS、フレンチタッチ、 トレンディースポーツとした。その後は、ルノー社オーナーとの触れ合いを目的としたイベント、カングージャンボリ、ルノースポールジャンボリー等や、限定車の発売などを精力的に行っている。また、この中長期マーケティング戦略を受けて、ルノーの一つの柱である、モータースポーツを波及させるべく、ノースポールモデルを積極的に取り入れることで、日本市場におけるルノーブランドを極め、 お客様と共に車を楽しんでいきたいと対局は語っている。実際に他のヨーロッパメーカーの販売車種と比べ、MT や DC の設定比率は高いことが特徴である。また、ルノースポールを除いた多くの車種で、全、日本語の全に由来、インテインズ、インテンスなど、フランス本国と同じグレード名を採用し、ボディカラーにフランス語を用いるなどして、フレンチテイストに盛り込んでいる。 その効果もあってか、2010年12月に限定30台で発売したクリオゴールディーに、ルノースポールは即日に2011年に発売したウィンドコレクションやメガアヌルノースポールモナコ GP、ズレも限定30台、2012年に発売したメガアヌエステート GT、限定60台は早期に完売となった。また、2014年12月に発表し、 2015年2月から発売開始予定だった2人乗りのスペシャリティデルメガーヌルノースポールトロフィアール60代そして2016年7月に発表し9月から発売予定だったトゥインゴパックスポール並びに 5S 各50代に至ってはいずれもが発売開始前の予約でほどなくして予定限定台数すべてが完売するほどの人気となったフランス語のビステスパションス でパッション、イコール直訳すると、あなたの情熱を送ってくださいよ。日本流に解釈した、好きを、走れ。だが、この言葉には、好きなことをやろうよ。我慢していないで大好きなことをやっていこうよという意味を込めている。2015年6月からは、公式サイトを他国同様のシシンックス6、例の、パッションフォーライフマイナスに変更したことで、ビステスパションスのメッセージは消滅したが、 日本語の、月を、走れ、については継続採用する。MT の設定あり、エディシーの、設定あり、新車販売、メンテナンスを行う、サテライト店と、メンテナンスのみ行う、サービスサテライト店に分かれている。2019年3月現在、後発のルノー埼玉桜、セントラル自動車技研グループのインプレッションズが管理、ルノー北九州、バージョングループが管理、 ルノー高松、丸中参下のフォード東四国が管理、ルノー富山、グリーンベルモーターが管理、ルノー所沢、ビジョナリーが管理、ルノー稲城、ルノー NT 販売が管理を含め、全国に73のサテライト、12のサービスサテライト、北海道、東北7、3、関東、高新越27、5、中部12、2、近畿10、0、中国、四国10、 2九州6 0とする。さらにそのうち25カ所は、ルノースポール全モデルの試乗車及び専門研修を受けたスタッフが配備されている、ルノースポールスペシャリストディーラーとなっている。また、73カ所ある販売店のうち、14カ所、埼玉桜、所沢、東京有明、などは、アルピーノ社との併売店舗となっている。なお、秋田県、福井県は、 サービスサテライトのみの設置であり、佐賀県、長崎県、宮崎県、沖縄県の4県は、両方ともない。ルノー東京有明、株式会社東京米が管轄など、ごく一部の独立系を除き、サテライトの多くが、日産自動車のディーラー系列や、会社の取扱い経験のあるディーラーで、前者は、日産車との併売もしくは日産車ディーラーの、 資金距離に店舗を構えることも多い。東京都を例にとると、世田谷、練馬、小平、八王子、稲城の各サテライトは、日産東京販売ホールディング、日産プリンス東京グループのルノー NT 販売が管理。東京有明は上述の東京米、三鷹は地場企業のスペスラノバが管理。かつて存在した墨田は、太陽日産が管理していた。また、 日産ディーラーだった場所を改装して、サテライトにした、例、ルノー厚木インター、ルノー菓子ルノー練馬、ルノー稲城などや、日産ディーラーの反射拠点名をそのまま使うサテライト、ノーキットア R 高前も存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。